ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の5月29日水曜日にこのポッドキャストを撮っています。皆さんお気づきの通り、まあ、僕は嬉しいわけですよ知らないよって感じだよね。ごめんごめん。今日ねめちゃくちゃ天気がいいんですよ。空気が澄んでいて、空気が綺麗で、空が真っ青で、そんなに暑くなくて、うん、なんでかっていうとね、昨日本当に久しぶりに雨が降りました。うん、あの僕の今住んでるメキシコは、11月から5月6月ぐらいまで寒気って言って、あの雨が降らない季節がずっと続くんですね。で、まあ、大体この5月の終わりから6月の頭に雨が少しずつ降り始めて、でこっからまあ9月10月近くまで雨がこうたくさん降る季節が始まるんですけど、いやー僕さ、日本にいた時にね、こんなにこう雨が嬉しいものだなんて感じもしなかったんですよ。やっぱりこう雨が降るとね、いいなとね、なんかおしゃれだなっていう、まあそれその程度だったんですけど、この5ヶ月6ヶ月雨が降らない国で生活をしていて、でその雨の季節じゃない、その雨が降らない季節が終わるこの喜びって本当にすっごい嬉しいんですよ。なんか僕ね、昔にあのワンピースっていう漫画を読んでいて、でその昔のエピソードで砂漠の国が出てくるんですよ。で砂漠の国で、まあ、物語の最後の方に雨が降って、こうやったーって嬉しいっていう風にこう街の人がね、こう盛り上がるわけなんですよ。雨だー、やったーみたいになるんだけど、正直雨の多い日本にね、あの住んでいる僕としては、なんかみたいな、あーまあ砂漠の国で雨が降ったら嬉しいんだろうなーぐらいしか思ってなかったんだけど、いや本当にね、本当にしか言ってないんだけど、昨日すっごい嬉しくて、バッバチョ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 バチ窓から外を見たら雨が降ってて、やったーっていう。でさ、まあ、5ヶ月間ほとんど雨が降らなかったわけなので、もう空気の中にもう砂ぼこり、ほこりがいっぱい舞ってるわけですよ。なので最初の5分とかはその雨がね、この土ぼこりの匂い、わかるかな、乾いている土がこう濡れるとなんかこう匂いがするじゃないですか。もうその匂いがブワってこう広がっていって、でまあ10分ぐらい経つとその匂いもなくなり、こう雨が綺麗になってダーって落ちていくと。で本当に嬉しいからさ、雨を感じたいなと思ってニディアさんに、ちょっと車のカバーをちょっとチェックしに行ってくるわって、こう雨がガーって結構強めに降ったからね、風も出てきて、でそのカバーが取れてないかどうかちょっとチェックするわっていうのでね、ほら車外に止めてある車って、こう車が汚れないようにカバーをかけるところあるじゃないですか。うちもカバーかけてるんだけど、でそれをチェックする、まあそれは一つのこう、まあ、言い訳であって、まあ、とにかく外に出たかったと。でガーッと出てね、でうわー雨だーってこう顔に雨を感じて、あ久しぶりにこのなんか自然の水が体に落ちてくる、嬉しいみたいな、うん、でまあちょっとこうねチェックして、あ髪の毛濡れちゃったよなんて言いながら家に戻ってね、で、まあ、昨日は本当に涼しい夜を、久しぶりに涼しい夜を過ごしてもうぐっすり眠れたんですけども、今日のね、朝、うちの前に市場が出るんですけど、その市場の鶏肉屋さん、まあ、お友達なんですけど、そのお友達の鶏肉屋さんに買いに行ってさ、で鶏肉屋のおじちゃんがね、おいゆゆ昨日雨降ったなってめちゃくちゃテンション高めにね言われて、いや降ったね雨ねって言って、でそのおじちゃんが、いやもう嬉しすぎて思わず外出ちゃったね俺はとか言われてね、えおっちゃんも俺もさやっぱ出ちゃうもんだよねって言ってね、なんか
すごく素敵だなっていう、この自然のサイクルの中で人は生きていてね、暑くなったり寒くなったり雨が降ったり雪が降ったりする、なんかその自然がこう変わっていく、一年の中で天気が変わっていくのに喜びを感じたりとか、あ、なんか毎日が進んでいるなっていうのを感じるね。なんか仕事がこう進んでね、とか仕事の締め切りが近くて、あ、4月が終わったな、5月が終わったなではなく、あ、暑くなってきたな、5月だなとか、あ、雨が降ってきたな、6月だなっていう、こういう感覚ってもともと人間が持っていた感覚で、やっぱこういうものを大事にしたいなってね、うん、思えた、まあそんなね昨日今日でありましたね。どうですか、皆さんにとってこう雨が降るっていうのはすごい嬉しい気持ちになりますか、うわーめんどくさいなっていう気持ちになるのかな、うん、ぜひぜひコメントで書いてくれたらいいなと思います。ということで、オープニングトークはここまでにして、次のコーナーに行ってまいりたいと思います。ゆうゆうの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 日本語ポッドキャスト、オタクの名言言言言言言言、はい、ということで久しぶりにやってまいりましたオタクの名言の時間でございます。このコーナーでは僕の好きなアニメに出てくるフレーズの中で人生の役に立つもの、元気が出るメッセージ、まあそういったものを皆さんに紹介して、このアニメのねフレーズメッセージから、まあ少しでもいい人生を考えようという、そういうコーナーでございます。はい、今回はですね、この素晴らしい世界に祝福をというアニメの名言を紹介したいなと思います。このねアニメタイトルが長くて、あの皆さんの中ではね、オタクの中ではこのスバなんて言ってね、あの人気なアニメでございます。はい、ですね、おすすめできるアニメではございません。あのね、まあ簡単にそのどういうアニメかっていうのを紹介すると、主人公の男の子が、異世界転生をする、もう王道の異世界転生ものです。要はその日本で死んでしまって、で別の世界で生き返るっていう、で魔法とかが使える世界で生き返ってまた人生をもう一度始めるっていう、まあ、そういう異世界転生ものなんですけども、あの他の異世界転生ものとは違って、これもう 100% のコメディです。はい、主人公の男の子はもう強くないし、あのもう本当にダメ人間です。できればめんどくさいことはしたくない、戦いたくない、働きたくない、で女の子大好き、できればこう女の子がお風呂に入っているのを見てみたいとか、まあ、そういうね本当にダメ男なんですけども、まあ時々かっこいいところもあるよっていう、まあ、そういうなんだろうな、もう王道の昔のこうコメディギャグでないな、コメディアニメなのかな。はい、僕はこの素晴らしい世界に祝福を見て思い出したのが、僕が昔大好きだったあのこち亀ですね、こちら亀有公園前派出所っていうね、まあすごく長く続いたこの警察官が主人公の、まあ、コメディ漫画で、この主人公もダメ男なんですよ。なんだけど心に熱いものを一つ持っているっていうね、まあそういう話なんですよ。まあ見てほしいアニメではないですけども、その中に出てくる名言っていうのが、あの皆さんにねこれ伝えたいメッセージになりますので、もう早速紹介していきたいなと思います。何時老後を恐れるなかれ、未来のあなたが笑っているか、それは神ですらもわからない、なら今だけでも笑いなさい。はい、まあ、ちょっと難しいフレーズなんですけども、あなたよ、おじいちゃんになるって おじいちゃんになることを怖がらないでね、将来のあなたが笑っているか、それは神様も知らないんだから、だから今だけでも笑いなさいっていうね、
フレーズなんですけども、これもね実はもうめちゃくちゃコメディの話で、主人公の相棒、相方ですね、パートナーは、神様なんですよ。女神様、女の神様なんですけど、でその女の神様ということで、そのいろいろな世界に、まあ、宗教があるわけですよ。例えば、まあ、キリストさんがいるキリスト教がある、でブッダさんがいる仏教があるみたいにね。でこの主人公は、主人公のパートナーはアクアさんっていう神様なんですけど、このアクアさんを信じるその宗教がアクシズ教っていう教宗教なんですね。でこのアクシズ教っていうのはもうめちゃくちゃダメな宗教なんですよ。ちょっとこう言い方悪いけどセクターっぽい感じね、あの新興宗教っぽい、なんかすごい笑顔で近寄ってきて、あなたぜひ入ってくださいって言って入ったらもう大変なことになってしまうっていう、その悪いって言ったらいいかどうか分かんないけど、悪い宗教がそのアクアさんの宗教なんですよ。でそのアクシズ教の中のいろいろなねルールがある中の一つが、そのおじいちゃんになって、要は人生楽をしなさい、嫌なことから逃げなさい、あなたのせいじゃない、世間が悪いみたいなのが、そのねアクアさんの宗教の、まあ、メインテーマになるんですけど、まあその中でもね、僕はすごい大事な考え方だなって思ったのがこれね、おじいちゃんになってもおじいちゃんになることを怖がらないでとね、未来のあなたがでハッピーになるかどうかっていうのは神様でもわからないって、それを神様が言ってしまっているっていうのが、おいそれは頑張って分かれよっていうね、ところがまあ笑いのポイントなんだけども、でもそうだよなって、なんか将来の自分が笑っているかどうかを不安になっても、まあその時その時ってね、なんていうのかな、分かんないじゃないですか、本当に分かんないじゃないですか。だから今を思いっきり笑って生きていくっていうのは、なんかあながちそのダメな生き方ではなく、むしろいい生き方なのかなって思うんですよ。でその未来のことを心配するって確かに大事なことなのかもしれないんだけど、その未来を心配するときに不安になるわけじゃないですか。怖いっていう気持ちになるんだけど、心のどっかで安心するんですよね。ね、あ、その私は将来のことを考えて今心配している。だから将来大丈夫かもしれない。今からね、おじいちゃんになった時に大丈夫かどうか、笑えるかどうかっていうのを心配しているから、きっと準備ができるだろうっていうふうにね考える。まあもちろんそれで安心をするわけなんだけど、なんか35年生きてきて、なんかそうなのかなって、違うんじゃないかなって思うんですよ。今日この僕は2024年の5月29日を思いっきり笑って楽しんで生活していくっていうのを続けていけば、まあもしかしたらね、僕が50歳60歳になった時に笑っているかもしれない。やっぱり笑っているっていうことはポジティブな気持ちがある。でいつも僕は大事にしている考え方があるんだけど、ポジティブでいればポジティブな人が集まってきてくれると思うんですよ。で逆にポジティブでいればネガティブな人は自分から遠ざかってくれるんですよね。なので嫌なことをあんまり考えすぎず笑って生活していく、今だけでも笑いなさいっていうのは今の私たちにとって大切な考え方なんじゃないかなって思うんですね。で笑うのって結構難しくて、やっぱり人間ってネガティブに考えてた方が安心するんですよね。やっぱ将来を不安、なんかちゃんとこう分析している、アナリティクスしているような感覚があるので、笑っているってなんか全然周りが見えてなくて、先のことが見えてなくて、なんかお金ばっかり使ってダメだみたいになっちゃうんだけど、まあ必ずしも笑うっていうことがなんか無駄遣いをして
ね、なんかなんだろうな、贅沢をして、それだけが笑うことではなくて、ね、ちょっとこう友達と冗談を言い合ったりとかね、コメディのものを見てみたりとかね、近所の人とお話をして、その一つで大きく笑ってみたりとか、そういうふうに楽しむ癖っていうのを一つ持っておくと、まあ、心の病気になりにくいんじゃないかなっていうのをね、感じさせるこのアクシズ教の名言ですね。もう一度読みます。何時老後を恐れるなかれ、未来のあなたが笑っているか、それは神すら、もう一回何時老後を忘れるなかれ、未来のあなたが笑っているか、それは神ですらもわからない、なら今だけでも笑いなさい。ということで、オタクの名言でした。はい、ということで今回やってまいりたいと思います。テーマですが、人種差別のお話です、ね、いきなり重いいきなり重いテーマなんですけども、僕が今回話す人種差別っていうのは、もうめちゃくちゃライトな人種差別のお話です。まあ、僕の経験の話ですね。で、なんで今回のテーマ話そうかなと思ったかっていうと、実は1ヶ月くらい前に、あるね、伝説のフルーツが取れる村に行ってきたんですよ。めちゃくちゃかっこいいね、言い方。伝説の、もう一回言うよ、伝説のフルーツが取れる村に行ってきたんですよ。で、この伝説のフルーツっていうのは何かっていうと、サボテンのフルーツなんですね。で、みんながさ、イメージするあのサボテンね、ファイナルファンタジーのサボテンダーみたいなわかんないか、こう木みたいなさ、細長いさ、こう枝が分かれているあのサボテンのフルーツが、そのメキシコのハリスコ州の僕の住んでいるところの近くで取れるんですよ。で、実際サボテンがあるところでそのフルーツが食べられるはずなんだけど、食べてるとこってほとんどないんですよ。そもそも僕は日本で見たことがない。で、メキシコ国内でも、そのフルーツ食べますかって聞くと、え、何それ食べるの、え、何それ、メキシコ人でもその住んでいる州が違うと食べないらしいんですね。っていうことを考えると、めちゃくちゃね、伝説のフルーツで、なんで伝説かっていうと、5月しか取れないんですよ、1年中で。そう、この暑くて乾いて、もう雨が降らなくて、もう1日35度40度ぐらいまで行く時にしか取れないフルーツなんですね。で、毎年ね、そのサボテンのフルーツで村おこし、まあ、町をこう元気にしている、まあ、村があるんですよ。で、そこに、まあ、それを直接買いに行くっていうのが、まあ、毎年の恒例になっていて、で、まあ、今年もニディアさんのお姉さん夫婦とね、おいっ子くんと僕らで、まあ、そのフルーツを直接買いに行ったんですね。で、まあ、せっかくだから皆さんに見せようと、思ってビデオを撮って、で、動画の編集が終わって、で、これからその動画にね、僕の、まあ、ナレーションを入れようかなって思っていたんですけども、まあ、その動画を撮っていた時に、すっごい、みんなイメージできるかな、田舎、ドワーって田舎で、荒野、ほんと砂漠みたいなところでも、砂漠ってなんていうの、エジプトの砂漠ではなくて、アメリカの砂漠みたいな、カウボーイがいそうな、なんか草のボールみたいなのがこうクラクラクラってやって、テレレーテレレー、あ、それ違うわ、それ仁義なき戦いだ。まあそういうね、ハイヨーシルバーっていう感じの砂漠に、サボテンの、まあ、畑みたいなのがあるわけですよ。ブワーって、もうズワーってサボテンが植わってるところがあって、で、
まあ道沿いにあるわけですよね。ハイウェイ沿いにあって、まあ、そこに車を止めて、でそのサボテンの、まあ、農園みたいなところに入って、でレンガで作った小さい小屋があって、でそのレンガの前に、おじさんが2人ね、その取ったフルーツのトゲを抜いていたんですね。でその僕らがこう、すいませんって、ここでね、そのピタヤって言うんだけど、ピタヤって売ってますっていう風に聞いたらね、おんあるよって言って、まずこっちの方見ないでこう作業しながらね、あるよって言って答えてくれて、で僕らの方向いたら、まあ、僕の顔見るわけじゃないですか。で、まあ、明らかにメキシコ人の顔ではないわけですよ。で、あ、チノ、ジャッキーチェンが来たって。このチノっていうのは中国人っていう意味なのね。あ、中国人だ、ジャッキーチェンが来たっておじちゃんが言って、でなんかこう、おお、カンフーやるかみたいなことを言ってきたんですね。で僕はもう慣れっこなので、全然なんか、ああ中国人じゃなくて日本人なんだよ、日本って知ってるみたいな、日本って日本、ジャッキーチェン日本人じゃないのみたいな、あの人は香港の人かなって、まあよくわかんないけど、もう中国人でいいやみたいな。でその僕の、いや、義理のお兄さんになるのかな、要はその、ニディアさんのお姉さんの旦那さんと僕と2人で行って、でお姉さんの旦那さんがちょっと怒っちゃって、いやこれ日本人だし、なんなら12年メキシコにいるからスペイン語もわかるんだよみたいになんか言ってて、で僕はなんかいいよ大丈夫大丈夫っつって、でそのおじちゃんはその小屋の中からさ、マチェテっていうなんか刀みたいなの出してきて、でなんかそれで多分サボテンを切ったりするんだろうね。でそのマチェテを出してきて、おうやるかって、戦うかみたいな、お前カンフーできるんだろうみたいなことを言っていて可愛いなと思ってね、まあそういう、まあ、出来事があったんですよ。でもしそのまあ分かんないよ、僕は別にそれを人種差別だとは全く思わないんだけど、結構その YouTube を見てみるとね、開けてみると、そのあこういうことをされた、人種差別をされたっていう動画が結構多くて、でああなるほどなと。その海外で日本人として生活していくと、やっぱそういうコメントをねいろいろもらうんだけど、それは人種差別でも何でもないと僕は思っていて、でこのね12年間メキシコで生活をしていく中で、そのお前中国人だなとかね、おジャッキーチェンが来たって言われたことに対してね、言われることに対して、やっぱりメキシコに来たての12年前と今ではその感じる気持ちが全然違うのね。でそれがだんだん僕の中でも育ってきてる、成長してきているから、なんかどういうふうに考え方が変わってきたのかっていうことをシェアすることで、もし皆さんがねその日本で生活をして、なんか国に対してこう、まあ、失礼な発言をされてしまった場合に、まあ、どういうふうに考えて心の怒り、怒っている気持ちをこう沈めていけばいいのかっていうののヒントにしてくれればいいかなと思うんですよ。で、まあ、早速話していきたいなと思うんですけども、12年前、来たての頃ね、もうほんとスペイン語もよくわからないね頃、メキシコに来て、やっぱり言われるわけですよ、街を歩くとね、お中国人じゃん、フンヒョンハンハンヒンハンヘーとか、で川崎ホンダえーみたいなことをこう街を歩いてるとこういろいろ言われるわけですね。で12年前はめちゃくちゃ怒ってた、なんか何こいつらって、なんで人の気持ち考えられないのみたいな、そんなこと言われて嬉しいわけないじゃん、なんで人が嬉しくないこと言うの、最低って思ってた。でもまあもちろんスペイン語が話せなかったので、そのなんでそういうこと言うんだよみたいに怒れないから、なんかこうみたいな感じでなんかチラッと見て苦笑いをして、でまあその場を立ち去っていたのね。でまあ、大体こうメキシコの生活が2年目3年目になってきて、スペイン語が大体話せるようになってきたと。でそこでちょっと考え方が変わって、
これはジョークを言われているんだと。その悪口を言われているわけではなく、彼らなりの面白いと思って言っていることだと。で、メキシコの文化的にジョークを言われたらジョークで返す。これがうまくいけば僕は認めてもらえる。こいつ面白いな。僕の話を聞いてもらえるっていうふうに思っていて、家でこういうふうに言われたらこういうふうに返そうみたいなのを考えていました、ずっと。例えばね、おジャッキー・チェーンが来たって言われたら、そうだぞ、もし気に入らないやつがいたら俺に言ってくれ、俺の拳が火を吹くぜみたいなことを言って、こうみたいになったりとか、うん、ちょっとこう気分が悪い時とかは、おお中国人だみたいな、ヒンホンホンジャフィンハハとかって言われて、そしたら、いや俺も目小さいけどさ、お前らの方が目小せんじゃねえの、ちゃんと見えてるかとか言ったりとか、それちょっとかなり喧嘩越しに言ったり、あまり良くないとは思うんだけどね、うん、って言ったりとか、ね、なんか川崎ホンダとかって言ったら、すごいだろう日本の車、うちの国で作ってんねんみたいな、なんかそういう風に言ったりとか、とにかくコミュニケーションを取ろうってそこから思うようにして、で、あ、対等だなっていう風にね、うん。で最近ね、それって間違ってるんじゃないかって思い始めてきたんですよ。でそのベースにあるのが、メキシコを歩いていて中国人って言われるのが嫌だっていう風に思っていること自体がおかしいんじゃないかって思うようになったのね。いやそれがなんでかっていうと、インターナショナルのクラスを始めてね、で実際に中国の学生だったりで、僕の中ではもう学生イコールお友達になってるんだけど、中国のお友達ができてね、ね、可愛い生徒ができて、本当に頑張ってる中国の方がいるわけじゃん。で、おい中国人って言われた時に、中国人って思われたくないって、それってあの人たちに失礼だよなと思って、あんなに頑張ってる人たち自分の国が好きだと思うんだね。で、中国もいい国だよなと。でそれでこう、この国の人と間違われたらそのいい気分になるけど、この国の人と間違われたら嫌な気分になるって、なんか心のどっかであって、それ自体が人種差別だなって。つまり人種差別を抱えていたのはメキシコ人ではなく、それを受け取るユーユーさんの心の中に人種差別の気持ちがあったから怒ったりとか、冗談でなんとかこうシチュエーションを変えようとか、まあ、そういうふうに考えていたと。あかんなと思って、いや俺が悪かったんだっていうふうにね。でそれプラスね、そのメキシコ人が僕に対して、おジャッキー・チェーンが来たっていうのの、その心の中はどう思っているのかっていうと、なんだよ俺らメキシコ人のところテリトリーにアジアのやつが来たな、早く帰ってもらいたいな、じゃなくて、え？アジアの人来た、俺見たことないけど、いや話してみたいっていう気持ちで、でも何を話せばいいかわからない。で基本的にラテンアメリカのコミュニケーションって質問からスタートするわけじゃなくて、話すことからスタートするから、何か話題を出さなきゃいけないって頑張って、で多分その中で出てきたのが、多分お家で見たことのあるジャッキー・チェーンの映画だったのかなって。で俺知ってるぜって、俺お前らの国のこと知ってるぜっていうのを紹介したいと。でそれが間違ったとしても、話したいと思ってそれを言ってくれているっていうのはすごく嬉しいことなんだな。嫌われてないわけじゃん。なのでなんかその気持ちに対して、人種差別だではなく、可愛いって思いながら聞くと、
メキシコの生活がすごく楽になる。起こっているその事象ね、起こってきたこのなんていうの、まあそのことに関しては変わらないわけよね。その田舎に行きました、でその伝説のフルーツを買いに行きました、でそこで働いているおじちゃんたちに、ね、ジャッキー・チェンが来ましたって言われましたと。でもそれをかわいいって思いながら、おジャッキー・チェン来たでみたいな、うん、とか、えおじちゃんたち何ビール飲んでたのって話題を変えたりとか、ビール飲んでたのなんで僕にご馳走してくんないのとか言ったりとかすることで、一日気持ちよくさ過ごすことができるじゃないですか。うんね、でもそれをうわなんかそんなことも知らないのに話しかけるなんてひどいっていう風に思うと嫌な気持ちになるし、そのひどいって思っているその心自体に人種差別の考え方がもう済んじゃってるんだよね、うん、っていうのをやっぱ気をつけたいなって、うん、思います。だから話して話す人ばっかりにフォーカスをするんだけど、結局受けてその日本語じゃなんかそれを聞いた人がどう判断するかで決まるものだし、その国によってはなんていうのかな、そんな悪い気持ちで言っている人もいないと思うし、もし悪い気持ちで言ったとしてもポジティブに受け取ってしまえばそこから幸せのね輪が広がっていくんじゃないかと。なんかアクシズ教みたいこのスバのあのアクアさんの宗教みたいだけどね、ねポジティブに受け取るところから世界の平和は始まっていくんじゃないかなって、うん、だから言わないようにしようじゃなくてポジティブに受け取っちゃおうっていう風に考えてほしいなと思った今回のポッドキャストでした。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、エンディングでございます。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね人種差別のお話をしてみました。まあ確かに多分その国によってそのお給料のね、値段が変わってしまったりとか、その明らかにその国のその国籍によって仕事の質が変わったりとか、なんか社会保障のルールが変わったりとかするっていうのはもちろん直さなきゃいけないものだと思うんですよ。うん、まあ、ただその何か言われた時に対してその可愛いなって思って聞くっていうのはあの心の健康のためにいいなと思いまして、で僕自身もなんかそういうの気をつけたいなと思っていて、うん、やっぱりこういろんな国の学生が入ってくれるインターナショナルなクラスで話す時に、まあ、いろいろ国の質問はするんだけど、なんかね何々人何々人っていうのをこうなんかくくらないでうまくクラスをしなきゃいけないなっていうのをこのポッドキャストを撮りながらねちょっと反省しました。結構僕クラスで聞くんですよ。でドイツはどうなのとか、でハンガリーはどうなので、台湾はどうなの、チリはどうなのっていうのをあの聞いてしまうので、何々さんの周りはどうなのみたいなのを聞いた方がいいのかな。まあ、でもなんかこの問題に関してはなんか深く考えすぎないのが一番正解な気がするんですよね。肩の力を抜くとね、ニコニコ笑ってこういうテーマも話せるとやっぱいいのかなと思います。はい、ということで、最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。ぜひぜひねスクリプトダウンロードしたいですという方はあの一度チャンネルを見てくれると、ん、ペイトレオンのチャンネルを見てくれると嬉しいです。そして YouTube もやっております。このね YouTube、だいたいね、まあ、2週間3週間後にはこの新しいポッドキャストを、YouTube で見られるようになっています。YouTube メンバーになるともう本当にその週同じ週にあの今度は YouTube 版で文字を見ながら見れるようになりますので、まあ、興味があったら YouTube のチャンネルの方もよろしくお願いします。ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。